疲れ様です。プロの酒漬けです。今日のお酒はですね、できればちょっとご紹介したくなかったんですけども、注意喚起の意味も含めましてご紹介させていただきたいと思います。こちらでございます。飲んではいけないお酒ランキング堂々世界一と言われておりますスピリタスウォッカでございます。さあ皆様、スピリタスといったらどういった印象をお持ちでしょうか。以前ですね、こちらの買うなという動画でもご紹介させていただいたんですけども、危険というイメージが一番多いんじゃないでしょうか。ただですね、人間というものはですね、ダメと言われると挑戦したくなる生き物でもございます。そして無謀にも挑戦して僕のように池袋の交差点で寝る羽目になるんですけども、皆様の中でも怖いもの見たさで買っては見たものの、想像以上の喫茶にギブアップして余らしてるって方もいるんじゃないかなと思いましたので、今日はですね、私が皆様の実験台としてスピリタスについてレポートしていきたいと思います。結論から言いますと、飲み方さえしっかりしておればそこまでね、怖がるお酒ではございません。そういったね、注意事項を知らずに若い子は飲んでしまって、まあ下手したらですね、あの世に行ってしまう可能性もございますので、ぜひ今日はですね、最後までご覧くださいますといったところでございます。ではですね、本日のトピック5個紹介させていただきます。はい、まず1番目、スピリタスというのはどういったお酒なのかをご説明します。2番目、飲む際の注意点ですね。3番目、スピリタスを使ったカクテルレシピでございます。4番目、スピリタスの上手な活用方法でございます。5番目ですね、消毒液としても使えるのか、こちらもね、ご説明していきたいと思います。スピリタスはですね、その名前だけ一人歩きしているような印象があるんですけども、ジャガイモやトウモロコシといった穀物を資源量としたウォッカの一種でございます。度数がめちゃくちゃ高いウォッカだと思っていただければ大丈夫でございます。ウォッカはですね、原料となる穀物、こちらをですね、砕きまして水と一緒に煮込みます。その後に酵母を加えまして、糖化したものを発酵させていきます。その後、蒸留を繰り返すことによってグレーンスピリッツというものができます。これをね、水で割る、いわゆる加水ですね、アルコール度数をね、調節するわけですね。そしてろ過してクリアな味わいに仕上げております。で、スピリタスが他のウォッカと何が違うのかというとですね、なんとですね、グレーンスピリッツにするまでの蒸留をですね、70回以上繰り返します。70回という回数を重ねることによってアルコール度数をですね、どんどん高くしていきます。そして一番のポイントとなるのは、加水という工程をね、しておりません。アルコール度数が高いままの純度の高いスピリタスウォッカができるわけです。通常のウォッカ、例えばこういったね、グレイグースウォッカとかございますけど、こちら度数が40度ぐらいでございます。それに対してね、スピリタス、こちらがなんと度数が96度と、もうまごうことなき世界最強度数でございます。そしてね、皆様ウォッカといったらね、ロシアをパッと思い浮かぶかもしれませんけども、スピリタスの原産国はポーランドでございます。日本ではですね、若い子たちが度胸試しでストレートで飲んだりとかするのを見ることがあるんですけども、ポーランドでストレートで飲むことはまずありません。ちょっと飲んでみましょうか。うわー、もうトラウマだなこれ。入れたいと思います。10ミリぐらいなんですけど、いや、凄まじいですね。次に気をつけていただきたいのがですね、保存方法でございますね。はい、まあ、どういったことかと言いますとですね、これだけね、度数が高いので揮発性も高いです。常温で置いておくとですね、どんどん蒸発していってですね、お酒はね、なくなってきます。ですので、必ず冷蔵庫または冷凍庫に保管するようにしましょう。もちろんですね、度数がこれだけ高いので有害な微生物とかがもう発生する隙なんてもう全くないので、賞味期限なんてものもございませんし、長期的に保存して楽しむことができます。豆知識なんですけど、お酒の度数の高さとカロリーの高さというのはね、これね、比例します。 100g あたりのカロリーで言いますと、ビールがだいたい 40kcal、 ワインが73kcal、 ラム酒が 240kcal。 さあ、そしてですね、スピリタス、なんとこちらが 600kcal でございます。ただですね、ビールやワインと違ってですね、チビチビとしか飲めませんし、何杯もお借りするものではございませんので、一概に比較はできないんですけども、一つ覚えておきましょう。はい、ではね、トピック2番目でございます。飲む時の注意点でございます。スピリタスの度数は非常に高いですので、いろんな事故をね、引き起こしております。北米では販売を禁止している地域もございます。安全に飲むために守ってほしいことを伝えたいと思います。1番目、タバコを吸いながら飲まないですね。ガソリンと同等の厳重な管理を求められます第4類危険物に当たります。 500ml 以上のスピリタスに関してはこういったようにですね、下記に注意と記されております。例えばですね、直接ですね、こうやってスピリタスに火をつけるとこういう風に燃えますし、これも消えないですからね、これでもうパニックですよ。はい、今みたいに直接火につけるのは論外ですし、気化したアルコールに引火する可能性もあります。実際にですね、タバコやライターから引火した例もございますし、服にスピリタスがこぼれていたのを気づかずにタバコを吸おうとしてですね、燃え移ってしまったりとかいった事件もございます。このチャンネルをね、昔から見てくださっている視聴者様はね、知ってるかもしれませんけどもね、僕はね、大学時代に1回スピリタスでこたつを燃やしました。実際このね、タバコスピリタスを垂らしまして、実はね、こんな感じで火がつきます。やばいですね、これ家の中でこれ起きたら、まあパニックですよね。消えないんですよこれ、危ない。ですので本当に火気厳禁でございます。
いやもう本当に恐ろしいですよね。2番目でございますね。一気飲みをしないですね。もうこれにつきます。さらにね、場を盛り上げようと思ってですね、無理して一気に飲んだりとかして、そのままね救急車に運ばれるなんてのはね本当によくあります。甘く見ないっていうのが大事でございます。もう昔はね、俺も若気の至りでね、スピダス一気飲みしたぜなんてね、ブーデン買ってる方がいらっしゃいますけども、まあ、あんまりねかっこいいエピソードではございませんね。まあ、僕は散々言ってますけども、スピダスを割って飲む場合も無味無臭なんですね。ですのでなかなかね気づきづらい。お酒をね作る側も注意するようにしてください。3番目、スピダスカプセルに気をつけろでございます。もしかしたらね聞き慣れない方がいらっしゃるかもしれませんけども、医療用のこういったカプセルあるじゃないですか。これにこの中身を抜いてスピータスを入れるんですね。この錠剤をねそのまま飲むことによってですね、ストレートで飲むのと違って喉に刺激はございませんので、簡単にね摂取することができます。相手を言わせてどうこうしたいっていうことで、これね騙して飲ましたりとかするね輩がね昔は結構いたんですよ。まあ、今ねこういったベタなことは使わないと思いますけども、皆様ね十分注意してください。はい、ではトピック3つ目でございますね。まあ、スピータスが危険なのは分かりましたよと。じゃあどうしたらいいんですかっていう方にですね、スピータスを上手に使ったカクテルをねご紹介したいと思います。ではですね、まずウォッカカクテルの代名詞でございますけども、スクリュードライバーですね。ウォッカとオレンジジュースを割るカクテルなんですけども、普通のスクリュードライバーのレシピですと、ウォッカ 30ml に対してオレンジジュースを入れていくんですけども、スピータスの場合はですね、そちらが半分の分量で同じ度数に仕上げるといったところで、このメリットとしましては度数は同じなんですけども、オレンジジュースがですね薄まりづらくなりますので、美味しいスクリュードライバーが飲めるといったところでございます。じゃあちょっとね作ってみましょう。はい、ではこちらがですねスピータスと、こちらグレイグースですね。こちらをオレンジジュースで割っていきます。見た目は全く違いないですね。いただきたいと思います。グレイグースのスクリュードライバーからいただきます。うん、美味しい。でもやっぱウォッカ結構グッときますね。さすがグレイグースですね。美味しい。スピータスのスクリュードライバーですね。あ、美味しいですね。やっぱ、うん、ね、オレンジ感がすごく強く感じます。あ、これは面白いですね。オレンジジュースが薄まってる感じがグレイグースの方がします。もうすごくいいかもしれませんね。さあ、次はですね、僕も大好きなトニックウォーター割りですね。いわゆるウォッカトニックです。こちらを作っていきたいと思います。こちら、飲み比べてみましょう。はい、では出来上がりました。飲んでいきたいと思います。まずですね、こちらはグレイグースの方でございますね。ただうまいな。じゃあこちらスピータスの方ですね。あ、これはきつい。炭酸は結構ダイレクトに来るな。これはスピータスすごく感じます。いやちょっと微妙ですね。これは次はですね、スキューを使ったウォーカーカクテル作ってみたいと思います。潰していきます。じゃあね、モナンのキウイシロップですね。これを 10ml。 こちらはねシェイクするだけでございますね。はい、ということでこういう感じでできました。ではね、まずからグレイグースの方からいただきたいと思います。あ、美味しい。はい、ではね、こちらスピータスの方ですね。あ、これは美味しい。あー、うまい。アルコール度数のきつさとかも感じないですね。キウイの甘み酸味がですね、口のスピータスの方ががっつりきますね。あ、これびっくりだ。美味しい。やっぱシェイクするといいのかな。これは断然ねスピータスで作った方が美味しいですね。フルーツ系とスピータスは相性がいいかもしれませんね。ただですね、皆様作る際はくれぐれも分量のね測り間違いはしないようにしてください。じゃあ最後にですね、絶対に真似しちゃいけないスピータスカクテルを一つご紹介したいと思います。ギロチンというカクテルですね。もう本店で絶対真似しない方がいいんですけども、スピータス、こちらが 30ml ですね。レモンジュースですね、こちらが 15ml。 グレナデンシロップですね。ザクロのシロップですね、こちらも 15ml でございます。こちらはねシェイクしていきます。いやこれはね、見た目のインパクトはね非常にあります。ギロチンで血が出たみたいな。ではいただきます。あー、意外と飲めてしまうのが怖い。うまい。これスピータス入ってるよね。あー、やっぱスピータスだ。こんな感じでね
ってみてください。はい、それではトピック4つ目でございます。スピータスの上手な活用方法でございます。こちらですね、ズバリスピータスを使って果実酒を作るでございます。僕のおすすめはですね、いちごとか柚子とかオレンジ、そしてね梅酒、ぜひですねこちらね作ってみてください。僕もね今度特集でやってみたいと思います。はい、トピック5つ目でございます。果たしてスピータスは消毒液として使えるのか、こちらについてですねご説明していきたいと思います。いやもうマスター、スピータスはね匂いを嗅ぐのも嫌だと、カクテルでも嫌だ、果実酒なんてめんどくさいっていう方もねいらっしゃると思いますのでね、最終手段としましては消毒液で使うしかないわけですね。某感染症が広まりましてですね、日本中からマスクと消毒液がなくなったわけなんですけども、スピータスは消毒液として代用できるという噂がねネット上で広がりまして、酒屋さんから一斉に消えまして、ネットではね値段がつり上がるという。原産国のポーランドでもスピータスは消毒液として使われております。でもですね、基本的にスピータスはですね消毒液にはあまり向きません。大前提として飲料用として作られておりますので、アルコール成分以外にもわずかに糖分とかも入っております。消毒にはあまり適さないものも入っているわけです。何よりもアルコールの度数というのが問題でございまして、大体ですね除菌に使われるアルコール度数はですね70度から80度が最適と言われております。それに対してですねスピータスは96度という度数を誇っておりますので、ウイルスに対して効果を発揮する前に蒸発してしまうんですね。またですねこのスピータスをですねこういったスプレーボトルに入れた場合にですね、霧吹きにした時にですね思わぬ形で引火する可能性というのが非常に高くなります。ポーランドではスピータスを消毒液として使ってるんですけども、昔からずっと使っておりますのでスピータスの扱いが慣れてるんですね。スピータスに対して不慣れな日本人が使うと事故の原因になりかねませんので、まずやらないっていうのがいいと思います。それでもですね使ってみたいという方がいらっしゃいましたら、400ミリに対してミネラルウォーターとか水道水ではなく精製水ですね、こちらを100、4対1で割ってみてください。そうするとですね問題なく使えると思います。はい、ということで本日は飲んではいけないお酒ランキング世界1位のスピータスをご紹介させていただきました。はい、今回はですね注意喚起のために作った動画だったんですけども、いや生キウイカクテルのスピータスバージョン、これはね本当に美味しかったので、ぜひ皆様ね、まあ真似はしなくてもいいですけども、もしですねスピータスが余ってる方はね一回試してもらってもいいかもしれないですね。ただですねシェイクの技術で味わいはすごく変わってきますので、家飲みレベル上級者の方だけチャレンジしてみてくださいね。はい、ということで本日の動画は以上になります。今回の T シャツプレゼントの応募方法なんですけども、コメント欄にですね皆様のお酒の失敗談ぜひご投稿していただければと思います。当選者の方はですね1週間後に公式ツイッターで発表いたしますので、ぜひ皆様ご応募くださいませ。では本日もご清聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。